どうしてどうしてだろう。そうか、切られてるのか。なんか食べてるような音が聞こえなくもないが、なあ、どういうことだろう。そう、切りやがった。フリアン。それで終わった。もしもし。もしもしで終わった。もしもし。ちょっとぐらい喋ろうよ。ちょっと喋ろうよ。ほんまそれな。15秒。ほんまそれな。もしもし。田代さんですか？正弘さんですか？あれ違いますか？私こういうものですが、どうされました？てか全く何も聞こえない。勝手に通話切れとうし。なんやねん、意味分かれへん。斉藤さん壊れとんじゃんこれ、大丈夫かな。おい斉藤さん壊れとんじゃんって言ったら通話切れたぞ。おいねえ、出とんやったらなんか喋るよ、びっくりするわ。なんかもう喋らずにだーって勝手に一方的に切られただよ。なんか切れただよ、なんかどうだよ。どういうこっちゃ、どういうこった、これは。そういうことか、斉藤さんだったのか。田所さんじゃないですか。もしもし、もしもし、田所さんじゃないですか。田所さんですか。あ、久しぶりですね。待ってましたよ。そうです。私は斉藤さんです。もう。ちゃんと喋ってんちゃんと。もしもし、田中さんでしょうか。速攻、何も喋らずに切られた。何やろ、それ。あ、もしもし、もしもし。いや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 、そんなことないね。なあ。なんやねん、なんでそこで切んねん、意味が分かる。意味が分かる。会話にすらなれへんやん、会話にすら。よっしゃ、じゃあかけてみる。あー、なんや、つながれへんか。お、これや。ハートマーク。あ、消えた。このウサギマーク。反応ないよ。一回ちょっとまた、ちょっと一回動いてからでいっちゃう。ここでずっと喋っとこう。そうやな、それは言えてるな、ちょっとまっしがらの方がええんちゃう。斉藤さんでまあいろいろやってみました。まあまた今度別の企画というか別のあれでまたちょっと面白いのやってみようかなと思ってます。ではまた。